熊谷七色食堂さんへ行ってまいりました。ちょっとね、熱今日はいつもよりこもってますんで。続いてのコーナー行きましょうか。お祭り太郎さんからですね、こちらのコーナー名のお祭り太郎来た、まあ、よく聞いてくれてるな。お便りをくださいましたので、それで読んでみたいと思います。はい、続いてのコーナーは、はい、アビエンテ予感でーコーナー。アビエンテ採用採用環境イタリア語でアビエンテというみたいです。ということで、環境のコーナー改めアビエンテ予感でコーナーに参りたいと思います。人はもう採用、はい、ありがとうございます。即採用ですね。早いですね。さあ、ではこちらのコーナーですね、前回は SDGs の全体のねお話しさせていただきましたが、はい、今週からは、17個の目標を1つずつ、紹介していただくということで、そしてね、目標達成に向けて活動している企業さんや団体さん、個人などを紹介していっていただくという感じなんですけれども、はい、さて今回はどういった内容でしょうか。今回はね、はい、まあ、1個目ということで、SDGs の17項目あるうちの1つで、はい、まあ、1番って書いてあるんだけど、貧困だね、貧困なくそう、あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を、つべということの、1つ目ということですね。で今回はですね、はい、いろいろうちもリサーチしたんだけれども、うん、でこの貧困キーワードにもううってつけっていうかな、もうドンピシャで、うん、うちのディレクターが見つけてきてくれて、うん、熊谷七色食堂さんへ行ってまいりました。七色食堂、はい、インタビューもしてきました、うん、でこれね、詳しくは YouTube の方で、はい、ちゃんと、うん、三鷹の YouTube で流しますので、はい、詳しく見たい方は三鷹の YouTube をよろしくお願いします。はい、もうすでに、ね、CM が上がってましたね。少し40秒ぐらいでしたっけ。わー、はい、もう上がってましたね、うん、でっていうことかな、はい、で詳細に入る前にまずは目標1ってどんなものかなってことで、はい、ちーちゃんこのままちょっとお願いします。聞いちゃう。そうですね、でまずおさらいとして、SDGs とは何でしょうか。なんだ、早押し。うわ、はいはい、英語さん、サステイナブルデベロップメントゴールズということで、はい、持続可能な開発目標ということですね。はい、そうですね。なかなかこれをね、スラスラと言えればね、なんかかっこいいんだけどね、なんかいちいちこう止まっちゃうね。サステナブルサステナボーなのかサステナブルなのかね。そうですね、そういえば前回ディレクターさんに教わったのを思い出しました。かっこよく、ね、言えるようになりたいと思います。で今回はその17個の、ね、目標がありますという、その SDGs の一つ目の先ほど言っていただいた貧困をなくそう、貧困、ね、あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を打つという目標で、貧困って聞いてどうイメージする。貧困ってこうステレオタイプでいくとあれですよね、よくテレビとのニュースみたいな感じでいくと、うんうん、これでいいかな、俺のあれでいくとよくアフリカとか、うん、こうね、内戦とかで、はい、こうね、逃げてきた人が中東なのかアフリカなのかとか ね、ああいう暑いところ食料が取れづらいところに行くとこう戦争とかあるとこう、はい、食料なんとか、うん、仕事がねえとか、うん、そういうイメージですよね、もう貧困になるとね。そうですね、もう本当に今日食べるご飯がないとか、うん、なんかそういうイメージがありますけど、ちょっとその辺を、うん、英語の方からちょっと報告させていただきます、はい、まずですね、いろいろ言葉の定義もあるんだよね、はい、国際貧困ラインっていうのがあるからね。国際貧困ライン、うん、ボーダーラインって意味かな、はい、で1人当たり1日約日本円でいうと200円以下で生活する層と設定されてますと。1日1食や1日、まあ、1食だろうが何食でもいいんだけど、うん、金額でいうと200円で暮らさなきゃいけないっていうことだね。で2015年の段階で世界人口の 10% に当たる7億3400万人がその国際貧困ラインに該当しちゃうんだって。すごい数だと思う。7億ですか、7億3400万、まあ、まあ、一つ覚えておいて、国際貧困ラインっていうのがあるよ。国際貧困ラインね。次ね、もうちょっとね、エッジが効いた言葉になるんだけど、絶対的貧困っていうのがある。絶対的貧困、絶対的貧困、うん、
で国や地域のレベルとは無関係だね。だから、うん、日本だとかアフリカとかその無関係に生きるのが困難なレベルで生活水準が低いこと、うん、もうだから、明日食べるものがないとかね、うん、でそういうのもそういうのを絶対的貧困っていうらしいね、はい、うん、これは国やレベルが関係ない。まあそうだよね、うんうん、そして今俺が言ったイメージとはまたちょっと違って、もしかしたら今こうしてここで生きてる俺もその可能性がある。ないね、違う、それは違うんですか。みんなすくすく育っているし。あ、そうなんですか。絶対に。そうなんですけど、うん、今我々ね、あの今日食べるご飯もあるし、うん、明日食べるご飯もあるし、寝るところもあるし、うん、仕事もあるしっていう感じだけど、こうやって過ごしているちょっと例えば3メートル離れた場所にもしかしたら明日食べるご飯も家もなくて、そういう人がいたらそれは絶対的貧困ってことですよね。で、あともう一個ね、言葉がある、覚えておいてもらいたいんだけども、相対的貧困っていうのがね、これもね、ちょっとね、こんがらがりやすいからちょっとよく聞いておいてね。その国や地域の水準など相対的な基準で比較します。収入などが平均的に満たないこと、収入が平均の半分に、ごめんなさい、収入が平均の半分に満たないこと、うん、っていうことなのね、うん、で、日本国内で相対的貧困は7人に1人いるんだって。7人に1人、うん、いわゆるざっくり言うと平均的収入の半分の金額で暮らしているって感じ。そういう言葉尻があるよということなんで、うんうんうん、これ辺をね、ちょっとあのいろいろ。なるほど。じゃあこの貧困の定義っていうのはいろんな形というかいろんな言葉というか、うんうん、ものがあるわけなんですね。そうなんだね、うん、だから国や地域によっても違うしっていうのがあるし、まあそういうことで今回の、七色食堂さんはどんなことをやってるのかっていうのはちょっとインタビュー、うんうん、はい、YouTube 撮影してきましたので、その模様をちょっと、やっていきたいなと思っております。はい、はい、ですね。じゃあまず今日は、一つ目の目標ですね、 SDGs の貧困をなくそう、あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を打つという形でお話を伺います。では、はい、次の曲に行きましょう。では、環境コーナー改めアビエンテヨカンベコーナー続きをお願いいたします。先ほどね、その SDGs の1番目の目標貧困についてお話しいただきましたが、このね、目標に沿った活動をされている団体さんを訪れたということですけども。そうなんですよね、はい。まあ、先ほどもちょっと名前言いましたけども、はい、名前がですね、熊谷七色食堂というところです、はい。で、まあ、NPO 法人でやってるんですよね、はい、で代表がですね、山口純子さん、女性の方ですね、はい、やっております。で、店がね、週3回平日月曜日水曜日金曜日の夕方5時から7時まで、まあ2時間だね、やってます。夕方だけですね、うん、まあ今はね、お弁当をそのサーブしているサービスをやってるんだけども、中学生以下は無料ですと。無料、うん、中学生以下は無料で、高校生以上は200円で購入できますっていうことなんだね。とても興味深いところなんだけども、まあ、これカテゴリーとするとね、うん、あの子ども食堂っていうのがありまして、子ども食堂っていうのが、全国でとか月水金で運営されてるみたいですね、うんうん、あ、全国的に。そう、月水金っていうのはよくあるパターンなんですか。まあ、どういう流れだかちょっとね、取材不足なんですけども、うん、月曜水曜金曜日が子ども食堂がオープンしているっていう、うん、流れみたいですよ。なるほどですね。でね、場所で言うと、うん、熊谷の、すごくざっくりした場所になっちゃうんだけど、新幹線と、うん、まあ、石原なんだけど、うん、新幹線と秩父線が交差するところがあるんだよね、はい、あの辺にありますんで、詳しくはちょっとウェブサイトありますから、はい、そちらちょっと見て、うん、行ってみたらどうかなと思っております。青少年ホームとかも近くです ね、 ね、赤城神社のお向かい、はい、ね、あ、そうだね、そうですね、まあ、なるほど、はい、さすが地元だな、超近い、超実家が近いね、そういうことなんですよ。それでですね、まあ、いろいろちょっとこう
内容をちょっと確認してきました。はい、でちょっと印象的だったのがね、はい、取材してる時にやっぱりあの大和運輸さんだとか、まあ、佐川さんから次々と荷物が届くんだけど、ちらっとね住所見たらね青森の方からリンゴが届けてきたりとかね、でいろいろその辺聞いたらねやっぱりあの農家さんだとか美味しい豚肉だとか、そういうのが届けられてくるんだよね。だから美味しいもの食えんじゃねえかなと思って、これは支援者の方からですか？そうなんだよ、支援者で、まあ、あの NPO 法人なんで仕入れがあるじゃない、やっぱり食材っていうのが大きな仕入れだと思うのと、人件費か、働く人っていうのが大きな、まあ、出費になると思うんだけど、それはほとんど、支援者から材料が食材が送られてきて、で今回あのご挨拶したのが山口さんの他に、ね、2人ね綺麗な女性が可愛らしい女性がいたんだけども、そのうちの1人の方がね、とある会社で、就職したんだけど、その会社さんが人材支援としてそこで働いているっていうそういうスタンスなんだよね。人材支援七色食堂さんの従業員さんではなくて、ではないんだよね、他の会社さんから、他の会社さんの方から、でそこで給料支払えてんだけど、要は簡単に言ったら出向だよね。あ、なるほど。ちょっとあそこ手伝ってきてっていうので、でボランティアで、やってるっていう形だね。なるほど。じゃあいろんな方が関わってるような感じなんですね。まあ、支援している人もそうだし、送ってくれる人もそうだし、そう働く人も。そうなんですよね。でね、これ何の資料だっけ、あの埼玉県ってどれぐらい子ども食堂ってあるのかって聞いたら、結構あるんですよ。結構ある。そうで、マップにこう点々点々ってここにありますって言うんだけど、印象的だったのね、ほとんどが、県南大宮とか、こっちの方なんでね、ごめんちょっとね、何千件何百件というか今あ、これ120件かな、もっとあったような気がするんだけどな。まあ一応登録上は、埼玉県だと120件っていうことなんで、結構ありますね。でもね、ちょっとね、県北の方がね、ちょっと少ないのよ。これなんか理由あるんですかね。あの、まあ、認知度が少ないっていうのもあるんだろうし、ネットワークがまだ行き届いていないのかもしれないんだよね。確かにあの、まあ、何個か聞いたことあるけど、やっぱり七色食堂さんが一番こう私の中では認知度が高めというか。あ、本当に。でも他があんまり、もうなんかコロナ前は見たけど今は全然わからない、やってるかわかんないみたいな、そういうところも多い気がして。で、そうなんです、それね、増えてんですかってね、どんな、もうどんどん設立っていうかな、そういう子ども食堂システムを取り入れてるところも多いんだけど、反面どんどん継続できなくて潰れちゃってるところもある。これは何ですか、支援が足んないとかそういうことなんですか。それもあるんじゃないかな、その認知度だとか、まあ、単純に食材がね、ずっとやっぱり NPO 法人で非営利団体だとはいえ、やっぱり収支のバランスが極端に狂っちゃうと運営ってできないんだよね。一番いいのは、あのやっぱりそういうボランティアだとか、そういった支援だとかっていうのがあると継続できると。なるほど。まあ、ちょっとね、県北も頑張っていきたいなと思いまして、まあ、うちらがこういうのを取材として YouTube だとかラジオで取り上げるっていうのも一つの支援だと思ってるんで、ちょっとね、熱今日はいつもよりこもってますんで、皆さんご協力をお願いします。これあれですか、俺たち自身がなんかちょっと支援したいなと思ったら、まあ、なんです、その買いすぎちゃった食べ物とか、着るものとか、そういうのもあるんですか、必要な、出せるんですか、そういうの。そうだね、単純にあの食材となるものっていうのを、あの提供するっていうのが、まあ一番手っ取り早いとは思うんだけどね。あとはもう単純に、高校生以上200円なんで、ちょっとあれだったらお弁当買いに行くっていうのもいいかなと思うんだよね。それが一番、ね、美味しいのよ、やっぱり。仕入れがやっぱり志高い支援者っていうんかな、農家さんだって食材提供してる人ってやっぱ志高いから、ものづくりもね、多分立派なものを作ってんだよね。お肉なり野菜なりね、フルーツなり、そういったものが集まってきて、それをうまく料理してくれるから、結果的にうまいものができる。そうなんだよね。だからまあ一番手っ取り早くできるっていうんだったら、まあそこ行って、で、まあ、200円払ってお弁当を買って、でそれをみんなにこう周知していくっていうと、一番それがいいのかなと思うけどね。ああ、そうか。
か食材を出すじゃなくて買いに行くって手もあるんですね、うん、買って支援っていうね、うんうん、なるほど考えつかなかったな。でちょっと印象的だったのは、はい、今後、うん、どういうふうにやっていきたいですかみたいな、うん、ね、いう話をした時に、はい、この子ども食堂っていうのは本当はない方がいいんだよねって、うん、そうですね、まあ、その通りなんだよ ね、 ですね。だから各家庭の方でね、そうやって潤ってちゃんとご飯が食べられて、うん、まあ、栄養もちゃんと肩にならないでしっかりできればいいと思うんだけど、うん、まあ、そういうとはいえ、うん、今現状はそういうようなシステムが、うん、彼ら、子どもたちの役割に立ってるということで、はい、そこは頑張っていきたいと、うん、必要の、ニーズがある限り頑張っていきたいですっていうことはね、すごく印象的だったんでね。そうですね。そもそもこの子ども食堂は、ね、そういった子どもたちにご飯がしっかり食べられるようにということで始められたという形のものなんですよね。そうだね。なんかそういった、本当に必要な人たちにそういったこういったサービス届けられることも大事だけど、まあ、本当はね、そういうのがなくても大丈夫なこう世の中になっていくのが理想。で、また最後の印象なんだけど、うん、はい、人が集まるんだよね。人が集まるところに、うん、学習支援っていうのもやってるんだって、うん、学習支援、学習支援、はいはい、子供さんが集まるって言ったら、まあ、宿題とか、うん、でボランティアで、まあ、中学生高校生だと思うんだけども、うん、そのお兄ちゃんお姉ちゃんたちがちっちゃい子に、子供に勉強を教えてるっていうね。素敵ですね。本当ね、作りがね、なんて言うんだろうな、真ん中が厨房あって、左がイートインスペースであって、はい、その厨房を隔ててまた右側にちょっとテーブルとか椅子とかあって、そこで勉強とかするみたいな。あ、なんかこう、ただご飯食べてじゃっていうんじゃなくて、その人とのつながりとか、うん、そういった勉強を通じてね、こう世代の違う子供たちが知り合えるとか、そう、なんかすごくいい場所ですね。すごくね、あったかい気持ちなんで、また壁とかに絵とかね、小学生が描いた絵とか、うん、いっぱいあったりして、山口さんのその志の強さと、うん、継続する、ね、これもまた力強さと、でそれをまあ、ちゃんと感謝してるっていうのが顔からにじみ出てたので、うん、まあ、俺もすごい応援したいなと思いましたね。本当素敵だと思う、うんうん、学習支援っていいですね、やっぱね、うん、なんか演奏会みたいなのもやったって言ってたね。演奏会、まあ、それはちょっとコロナ禍で、うん、部活動というかね、吹奏楽とかそういう発表の場がちょっとなくなっちゃったんで、うん、七色食堂さんなんかがこう企画して、そこで、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんたちのこう演奏会をやったっていう話も出てるし、なんかね、やっぱこう人が集まって元がその考えがすごいあったかかったりするから、どん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 いい方向にこう、なんていうの、回転していくっていうかな、相乗効果っていうかな、こういうのもやってみようよ、こういうのもやってみようっていうの、根本的なものがさ、すごくいいことだから感化されちゃったって聞いてて、なんかいい気持ちになりますね、なんかね、そう、なんかいい人になりそうな感じがする、俺も。いい人になりそうな気がする、うん、なんか聞いてて相当ドロドロだな、うん、普段がね実家近いんだから一回行ってみればいい。あ、そうですよね、うん、よくね、前通るからね、うんうん、そうだね、いただいて、うん、俺でもね、正直ボランティアっていうかすごいなと思って、このお金って必要じゃない？はい、だけどお金よりやっぱりそういうボランティアのその心、ボランティアっていうか、ごめん、志だけあれば、こうにしたいんだ、こうにやったら素敵なんだよ、みんなどう思う、ちょっと聞かせて、こうにやりたいんだよっていうので、みんなこうぐる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 回り始めるから、うん、いや、これ本当お金じゃないんだなっていうのはね、うん、実践してるよね、こういうところがね、うん、ね、こういい循環生まれていると、いい循環だと思います。ぜひちょっと皆さん行って、うん、まずは、手軽にできるっていうかな、うん、支援としてはお弁当を買って、はい、行くのが一番いいかなと思います、うん、でそこでいろいろお話をね、多分山口さんもそこにいると思いますんで、はい、ウェブサイトもありますし、うん、はい、ちょっとこういうふうにしたいんですけど、支援したいんですけどって、もしあれば、うん、まずはウェブサイト行くなり、はい、店に行くなりして、はい、山口さんを、声をかけて見てくださいということですね、はい、とても素晴らしい気分になりました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
こちらね、熊谷七色食堂、熊谷漢字で七色ひらがな食堂が漢字というですね、こちらで検索していただけたらと思います。ということで、環境コーナー改め、エサのやつね、なんだっけ、アビエンテだから、アビエンテ旅館でコーナーかな、はい、ということでね、今回のアビエンテやつです。発音なんかいいかな。一つ SDGs のね、一つ目の目標、貧困なくそう、実践している団体さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ということで、それではじゃあ、はるかちゃん、ここ噛むなよ。いただきますよ。水曜日夜8時はガショウキでナイト。ありがとうございました。お疲れ様です。